おはようございます、今日は、3月24日ですね、気温が15度、湿度 52%、室温が 19.5 度、湿度 31% ですね。蒸らし時間はいつも通りの3分で、ミルは9番で引きます。まあ普通に、コーヒー立てるって感じですかね。で、今日の朝のコーヒーはですね、鈴夏ですね。はい、まあ春ではありながら鈴夏を、立てましょうか。で、格言、格言の方はですね、あれです、松本格言ですね。はい、松本くん頑張って、ゴーストライターやってます。ゴーストライターと言いながら、全部松本くんの格言、松本格言と言ってるわけで、ゴーストでも何でもないかもしれないですけど、まあ、とりあえず松本くんの、作った格言を、まあ、僕なりに、まあ、解釈してみようかなという気はしております。100% を求めると後が辛くなる。もう目いっぱい分かりますよね。ある意味 100% を求めるっていうのは、まあ、背伸びするってことだと思うんですけど、その辺をちょっと、ざっくりと、解説しようかと思います。はい、それでは、まず穴を掘ります。はい、穴を掘りました。はい、まず、ポット温めますね。この 100% 求めると後が辛くなるって、本当に背伸びするっていうふうに思えばいいと思うんですね。まずある程度背伸びしないと、人間向上をできないわけですよ。だから背伸びは悪いことではないし、大事なことだとは思うんですよね。ただこの背伸びばっかしてると、やっぱり転びやすいし、辛くなるっていうのはそのまんまなんですよ。だからどういうことかっていうと、息抜きする時と、背伸びする時のメリハリを持たないと結構人間辛くなるかなっていう気はします。真ん中を指さします。だから例えば今こうやって、ポット用のコーヒーを立てるわけですけど、ポット用のコーヒーってどっちかっていうと、まあある意味やっつけに近いようなものでやってるわけですよ。つまりやっつけ仕事みたいな感じで、っていうことは、心を込めて、全力投球で、ポットを作るという感じよりは、どちらかっていうと、まあとりあえず、毎日日常として、お客さんに出すコーヒーを、作ろうかなという感じでやってるわけです。だからもうこんなもん8割の力で十分だと僕は思ってるわけですね。これを全力投球して、やるっていうことはどういうことかというと、ここで気合をこう込めて、まず気合を込めてやるわけですから、まずこんな喋りながらなんてやっちゃいかんですよね。まず喋りながらっていうことは何がいけないかっていうと、意識は実言うとコーヒー立てる方よりは喋、る方に向いちゃいますからね。でやはりこのコーヒー立てるっていうのは本来は喋らずにやった方が絶対いいわけですよ。なんでかっていうと、意識がそちらに全部向く、集中するのがそっちに集中できるからですよね。でそっちに集中できる、つまりコーヒーの粉に、お湯をこうかけるっていう、まあある意味
このコーヒー全体に目が向くようになるわけですよ。だけど現実に例えば今喋りながらやるとなると基本的には何を喋ろうかっていうことの方にやっぱり意識は持ってかれるので、コーヒーの粉の状態に、集中できてないわけですよね。だからそれ自体はあんまりいいことではないですよね。コーヒー立てることに関しては、まあとは言っても所詮毎日やってる日常のことなんで、コーヒー立てる動作自体が、だから例えばあんまり集中しなくてもだいたいそこそこの状態でまあ蒸らしはできるし、つまり、お湯のコントロールで、お湯をかける位置をあんまり狂わせるっていうことはまずないわけですよ。まあそこそこでだいたいやっていけるわけですよね。つまりそのそこそこでやっていけるっていう部分で言うと、まあ別な集中しなくてもそのぐらいはできるからまあいいかなぐらいですよね。でだけど例えばどうしてもこの人に対して、例えばお客さんとかなんかでちょっと、専門家みたいな人が来た時にどうしてもこの人に対しては、美味しいコーヒーを立てなければならない、自分の腕を見せなければならないみたいになったら、やっぱりそれなりに一生懸命コーヒーを立てるでしょうし、その場合だと、こんな喋りながらみたいな感じじゃなく、コーヒー立てると思うんですね。つまり、コーヒーの、粉全体のを見渡して、泡がどういう泡が出てるか、噴火しそうなのか、大きい泡がプクプクと出てしまうのではないかというのを、チェックしながら、まあ、お湯を差すことになるわけですよ。だけど現実にそういう時だとまず、はい、3分経ちました。まあそういう時だとまず喋らないですよね。喋りながらなんてことはまあありえないですけど、まあ例えば今こういうふうに全体的にコーヒーの粉にお湯がかかった状態で、やるわけですから、今度は水位を上げるようにお湯を差すわけですよね。だからコーヒーの粉が全体まんべんなく安定した状態ができちゃってるから、まあやる作業はすごくシンプルですよね。例えば一部の粉が乾いてるだとか、一部の粉が蒸らし不足をしてるだとか、そういうことが起きてないわけですから、まあ抽出としてはすごくスムーズに抽出される状態になってるわけですよ。だからその状態にお湯を差していくわけだから、結構まあミスしにくい状態ではありますよね。だからミスしにくい状態だから、あんまり修正をかけようとこう意識的にしなくても、ただ普通にやってれば普通にまあコーヒーができる状態ではあるので、すごい真剣にやる必要はあまりないですよね。ただ真剣にやる必要があまりないから、こういう感じでまあ普通に8割の力でコーヒーは立てれるわけですけど、例えば何かの拍子に、このなんつうんですかね、蒸らしが短かったりとか、まあ例えばタイマー間違えたとか、まあ何かまあ条件は何があるかは分かんないですけど、何か間違えて やばいという状態になったとしますよね。そうするとそこからは結構集中しますよね。そこからなぜか 100% で頑張ることになるわけですよ。修正するために頑張る頭も、そっちに働かせることになるわけですよね。ただ残念ながらその段階で失敗してるから一生懸命、修正しようと努力するわけですけど、失敗した段階でもう 100% はもうないんですよね。
その修正しようが 80% 以下って状態になっちゃうわけですよ。つまり、普通にやってる状態で、頑張って 100% を目指してる状態っていうので、普通にやっていけば大体 80% で、コーヒーが立てれるときに、初っ端で何かミスがあったとしますよね。その段階でも、上限が 100% ではなく 80% か 70% なんですね。だから 70% で もしも、全部オールクリアで、うまくやったとしても 70% のコーヒーにしかならないわけですよ。 100% のコーヒーだったらオールクリアでいったら 100% ができますけど、ちょっとちょっとのミスとかなんかがあったとして 80% がやれますけど、最初になんかのミスが起きたらもうその段階で 70% なんですね、上限が。で、上限が 70% でやってるわけだから、どう頑張っても、パーフェクトにその後やったとしても 70% のコーヒーにしかならないわけですよね。だからそう考えると、とにかく難なくミスをなくこなすっちゅう、80% のコーヒーを作るので全然十分なわけですよ。ただここが一つ言えることなんですけど、なんかミスしないと、なんかミスしないとっちゅうことは何かっていうと、なんかミスすることによって、真剣になれるわけですよね。で、真剣になれるっちゅうことは工夫するわけですよね。で、その工夫っちゅうのが、まあ、ある意味進歩になっていくわけですよね、コーヒーの抽出技術っちゅうのは。だからミスってある意味歓迎しなきゃいかんことなんですね。だからミスが起こればそこから、なんか新しい発見の糸口になるっていうのが、まあ、ある意味コーヒーの抽出の部分なんで、それはある意味、歓迎しなきゃいかんかなという気がします。まあ、ただ言えることは 100% ばっかり求めて頑張っちゃうと本当に疲れるんで、ほどほどに頑張るぐらいがちょうどいいかなというのは本音で思っております。はい、300になりましたね。あ、たまたま今日はこのなんつうんですかね、この時間のタイマー、こっちを押すの忘れたんですけど、あれなんですね、押すのを忘れると結局そこを気にしなくてよくなるんですよ。何分で抽出が終わるだろうかとかいうことを気にしなくて済むんで、 逆に、楽は楽ですよね。まあ、ミスしたことによって、気分的に楽になるということですよね。それがいいか悪いかと言われたら悪いでしょうが、そういうもんです。はい、しっかりと、代表コーヒー飲みます？出てますね。あのね、タイマーを押さんとね、気分的に楽なんだよね。それとしっかり出るっていうのと関係が、いや、その分だけこう自分のやり方で普通にコーヒー立てれたっていうことじゃないですかね。なんか水分を求めてたので、それで美味しいわけね、うん、美味しいとは言ってないですね、うん、あ、美味しくね、美味しくねえのかい成分求めてたので、私にはちょっと濃いです、これは。あ、そういうこと、うん、あ、もっと薄い方がいいのね、うん、そう、今はね、飲みたいのよね、うん、あ、水分が欲しいのね、だからもう少し、
いい音だけでも薄めるよ。あ、氷に入れてもらうのがちょうどいいぐらいかもしれない。あ、なるほど、うん、とりあえずそれよりも玉木の報告ちょっとぐらいしたらどうでしょう。報告、うん、もう売れる状態にはしてます。パッケージ化した商品、うん、パッケージにはなってるんですけど、うん、今商品ページを作ってるところで、うん、まあ何も書かずにですね、うん、値段だけ表示して買っていただけるのであれば、うん、いいね、それ理想だね。それであればもう今でも販売できるんですけど、うん、そうはいかないですよね。まあ、それでやってるコーヒーさんもそこそこいますけどね。お値段つけてページ作って終わりだったら、で買ってもらえるんだったら今すぐでも販売できますよ。ああ、なるほどね、はい、じゃあ今いろいろと準備している最中。そうですね、今一番苦手な分子を考えるという作業に詰まってますね。あ、なるほどね、はい、うん、じゃあまあとりあえず、その辺の文章が出来上がったら販売に行くわけですね。そうですね、試飲やってないですけどね。試飲はいつやるんですか。今日か明日か、まあそのうちやるということですよね。そうですね、やるつもりではございます。はい、はい、ということで、玉木の方も、サボってるわけではなく、頑張ってるわけですよ。はい、ということで、今日はここまでにします。